西風美術館は山梨県笛吹市の旧市宮町にある私立美術館である。明治から昭和にかけて活動した京都市出身の画家、津田西風の作品を専門とする美術館である。津田西風と信仰のあった市宮町出身の歴史研究家、小池忠則が資材を投じて1974年10月に開館した。数年後に小池忠則が亡くなり、 1984年9月に、ただ即の娘、節子より、当時の市宮町に寄贈され、現在では合併新設された笛吹市に引き継がれ、管理運営されている。津田政府は、洋画、日本画、デッサン、書など、幅広い作風を手掛け、同美術館は、政府の遺族、コレクターから寄贈された約500点を収蔵しており、春と秋の年に開店自害を行っている。 館内は1階と2階に展示室があり、1階には代表作である疾風土塔が常時展示されており、他にも彫刻、工芸品、書館、家具などが展示公開されている。2009年美術館を管理運営する笛吹市教育委員会により入館者数の減少を理由に2011年3月をもって閉館する方針が打ち出されたが、 これまで美術館を積極的にアピールすることなく、入場者減を招いた市の対応に疑問を持った複数の関係者により、入館者増加に向けた様々な取り組みが行われた結果、入館者は増え、2010年11月、市教育委員会は方針を一転し存続することを決定した。一下2011年2月現在、公共交通自動車、政府美術館存続へ、 笛吹市教委入管者像で、方針転換山梨日日新聞2010年11月。ありがとうございます。